ユンカース1 2 9 0 1 2 9 0 a 4 2 9 0は、ドイツのユンカース社で製作され、第二次世界大戦中ドイツ空軍で使用された4発の輸送機、哨戒機である。大戦前に民間旅客機として開発された190を大幅に改良した機体が原型で当初は、洋上哨戒機として開発されたが、大型輸送機を要望する空軍の意向により、 輸送任務で使用されることになった。その後、FW200 の後継機として本機が選ばれ偵察。爆撃型の生産が始まったが、戦局の悪化による資材不足や工場の被爆により少数機しか完成しなかった。本機をベースにした高高度偵察。爆撃機も失策されたが、戦局の悪化により開発中止となった。トラポクラッペランプを開いた。 ユンカースジュ290ユンカースジュ290は軍事目的用に評価されたジュ9 0旅客機から直接発生した航空機であり、1942年の時点でヨーロッパ周辺の限られた海域上空で RAF に遭遇した場合にその低速と脆弱性を露呈するようになっていた FW200 コンドルを代替することを目的としていた。また、 大型の輸送機の要求を満たす機体ともいいとされていた。爆撃機型の A-8 が計画されたが製造はされなかった。開発作業は 1290V1 試作機として完成し、1942年7月16日に初飛行を行った。この機体は延長された胴体、より強力なエンジンと油圧作動のトラポクラッペコーブローディングランプを備えていた。 V1 号機と最初の8機の量産型 A-1 は無武装の輸送機で大型輸送機が切望されていたため A-1 は完成し次第収益していった。1943年初めにはスターリングラードへの空輸に参加した1機とチュニジアのドイツ国防軍への物資の空輸に従事していた2機を含む数機が失われ本機の武装化が優先課題とされた。 1290は長距離養生紹介任務に早急に必要とされ、これも優先事項とされて、1290A-2 が製作された。3機の A-1 が生産ライン上で、A-2 仕様に改装されたが、必要な回収箇所や強力な防御武装を施す、作業により作業の進捗は遅かった。A-2 は、フグ200。 ホーエントビール低 UHF バンドの捜索レーダーと 20mmMG151 機関砲を装備した背面銃刀を備えていた。ホーエントビールレーダーは高度 499m で 80km、999m で 100km までの距離の連合国船団の位置を把握するのに有効であった。これにより、あらゆる対空砲火の射程範囲以外から、 十分な間合いをとって、先端を追尾することが可能であった。すぐ後に、A-3 が追加の後方装置と20、mm MG、20mmMG151 機関砲を装備した、油圧作動式の HDL151 銃刀を、背面に2機、機種仮面のゴンドラに 20mmMG151 機関砲と 13mmMG131 機関銃。 機微にうつ伏せになった銃種が操作する 20mmMG151 機関砲。さらに、胴体側面の銃座に2丁の 13mmMG131 機関銃といった、おそらく第二次世界大戦中の機体で最も強力な防御武装を施されて続いた。A-2 と同様に、A-3 も胴体内に大容量の補助燃料タンクを備えていた。 両肩ともに必要な場合に輸送機として使用できるように機体後部のローディングランプは残されていた。改良型の A-7 が1944年春に現れ、13機が完成しそのうち10機がフェイガー5に配備された。何機かの A-7 と A-4 には前方からの攻撃に備えて機種に 20mmMG151 機関砲を装備した。 取り外し式の銃刀が取り付けられた。A-5 と A-7 は対艦ミサイルの母機とすることが意図されていたので、爆弾は搭載しなかった。実戦用の機体の生産ラインが、プラハのレトフ航空機工場に設置された。紹介任務用に捜索レーダーを装備した 1290A-2 から生産が開始され、 本命の A-5 に先立って武装が異なる、紹介量型の A-3 と A-4 が生産された。A-6 は50名を登場させることのできる輸送機であった。ユンカースジュ 290A-3 特視長距離、偵察飛行隊のフェイガー5が1943年7月1日に編成され、1943年番下には3機の 心臓の 1290A-2 が第一飛行中隊に配備された。この部隊はその年の10月15日からボルドー近郊のモンドマルさんで実動状態に入った。彼らの最初の作戦任務は1943年11月に行われ U ボートと協力して連合国の輸送船団を追尾して時には最長18時間も対空した。続いて より強力な BMW801D エンジンを装備した 1290A-3 が5機、20mmMG151、20機関砲を装備した改良型の背面重刀を取り付けた 1290A-4 が同じく5機製造された。1290は紹介任務にはうってつけの機体であり、FW200 コンドルと入れ替わり始めた。製造番号。 0165の A-4 には FX1400、ヘンシェル HS293 と HS294 ミサイル用の喧嘩装置とフグ 203E レーダーが実験的に取り付けられた。この機体は戦後に米軍に投降し、自力で大西洋を横断して米国まで飛行した。1943年11月に2番目の飛行中隊が実動状態に入り、 1> 6 1 0 0トル以上の航続距離を持つ1290は大西洋の遥か遠くまで進出して U ボートへ連合国輸送船団の探知情報を中継した。増加の防御装甲、胴体側面に初期の機関銃の代わりに2 0ト、mm、ル m g 1 5 1 20機関砲と自動防老式燃料タンクを装備した11機の1290。 A-5 と同様に3機の HS-293 滑空爆弾化、フリッツ X 対艦ミサイル用の喧嘩装置と 20mm 機関砲とフグ200レーダー用アンテナを組み込んだ再設計された機種を装備した A-7 が約12機が1944年の初めにフェイガー号へ配備された。1943年の末に向けてデイニッツ提督は ユーボートの作戦活動に振り向けられる樹290の戦力すべてを要求したが、この目的にはたった20機しか割り当てられなかった。ヒトラーとデイニッツの両人が戦力の増強を要求したが、ドイツ空軍参謀本部はこれ以上を海軍の偵察任務に割り当てることはできないと宣言した。参謀本部はこれ以上、 ドイツ空軍が全般的な装備での優先度を認められないところまで割り当て分は増加していると抗議した。1944年春にアルベルト・シュペアが航空戦力の生産管理を引き継ぐと洋上障害の緊急の必然性が存在するにもかかわらずドイツ空軍最高司令部は1290を生産停止にする予定であると表明した。この生産停止の代わりに それらの資源は戦闘機の生産に振り向けられることを意味していた。その時点でシュペイヤの立場は弱くヘルマン・ゲーリングはシュペイヤの力を奪い取るための協力者を探そうとしており、ドイツ空軍が海軍に提供できるものとして行為以上のものは用意されていなかった。1944年8月にドイツ軍がフランスの基地を失うと大西洋の戦いは 決定的に連合国側に有利となり、洋上紹介部隊のフェイガー後は、東部へ移動した。残存の1290は、輸送任務に振り向けられるが、敵の前線背後に工作員を降下させたり、その他特殊任務で使用する、第200爆撃航空団へ移管された。ルフトハンザ航空機長のスルーザリックが操縦する、ルフトハンザドイツ航空の 1290A-5、 バイエルン号が1945年4月5日にバルセロナに飛来した。この機は着陸時に降着装置を破損し、ルフトハンザの FW200 が運んできた補修部品で修理された。スペイン政府がルフトハンザの定期空路である K22 空路を4月21日以降は閉鎖した。ためこの機体はスペインに留め置かれ、スペイン当局へ引き渡された。 1941年6月のソ連進行後、超長距離飛行用に改造したルフトハンザ航空の機体を使用したドイツと日本を結ぶ連絡飛行が計画された。ルフトハンザ航空の極東への商業飛行はすでに不可能となっており、船舶や U ボートを使用しての回路での航行は非常に危険な状況になっていた。エアハルトミルヒ元水は この直通飛行の可能性評価の研究を承認した。ドイツ占領下のロシア、ブルガリアといった出発地点が考慮されたが、1943年にこの飛行用に1290が選定され、1944年2月に45トンの燃料と貨物を搭載した 1290A-5 によるテストが開始された。 1943年3月に3機の純 290A-9 がユンカースの工場で長距離飛行用に改装された。最終的にこの計画はシベリア領空を飛行することでソビエト連邦を刺激したくない日本側が飛行コースに同意しなかったために無機延期となりこの3機は KG200 に配備された。1944年中に018には ロシアでの戦闘で失われ、0183はトラフェミュンデで,で破壊され、0185はロシアでの任務後に修理不能となった。日本への飛行計画は1940、1290A-3 が必要な回収のためにトラフェミュンデに運ばれたが、作業が遅れたことでケスラーは潜水艦 U-234 に乗って日本へ向かうことが決まった。 この機体は1945年3月に英国軍が到着した時に破壊された。1943年11月26日に製造番号 0170-1290A-5 がその他多くの新型機や試作機と共に東プロイセンのインステルブルクでアドルフ・ヒトラーに披露された。ヒトラーはこの機の能力に感銘を受けゲーリングに自身の専用機に を所謀し,たしかし、相当飛行中隊には、1944年遅くになって、元は、洋上紹介部隊フェイガー後の所属機だった、製造番号、01。1945年2月に、FDF の拠点があった、バイエルンのペッキングで、改装作業が完了し、登録記号、KR リンウッドが与えられた。ヒトラ専属パイロットのハンスバウアが、 テスト飛行を行ったが、ヒトラーがこの機に乗ることはなかった。この機体の客室全部には1 2ト、mm、ルの走行と5 0ト、mm、ル厚の防弾ガラスに守られたヒトラー用の特別な個室が設けられていた。床には緊急脱出用のハッチが設けられ、ヒトラーの座席にはパラシュートが組み込まれており、緊急の際はヒトラーがパラシュートをつけてからレバーを引くとハッチが開き、 そこから脱出するように考えられていた。この機構は、等身大のマネキンを使用してテストされた。ハンス・バウアーは1945年3月24日に、この機体でミュンヘンリーム飛行場へ飛んだが、着陸するとすぐに空襲警報が鳴り響いた。ハンガーの中に駐機するとバウアーは自宅へ帰った。飛行場に戻ってくるとバウアーは、ハンガーと機体の両方が、 米軍の爆撃機の攻撃により破壊されたことを知った。詳細は、アメリカ爆撃機計画を、ドイツが内陸部に押し込まれ、海洋へ進出する足掛かりを失ったため、1944年10月に、すべての製造作業は中止された。戦後に、米軍の標識をつけた、ユンカースジュ 290A-4、アレスカプット数機のジュ290が戦争を生き延び、 最終的に連合国は少なくとも3期の評価を行った。チェコスロバキアドイツ国スペイン。ありがとうございます。